テフン、見て前の車のリアスポイラー。あれが噂のスタンレーのルドンさ。あれがルドン。半導体の光、スタンレーの超高輝度 LED を組み込んだハイテクで安全な光、リアスポイラールドン、世界に先駆け好評発売中。たくもう俺はな、疲れてんだよ。もういくら仕事ができるからって限界ってもんがあったろ。辛いよな、能力があるって。お客さん、終点ですよ、起きてください。肉体疲労時の栄養補給にこの一本、山の内製薬のギネスゴールド。料理は腕だね。だからその腕がいい道具を選ぶ。かっぱ橋梶原キッチンサプライの料理道具はプロの道具です。21歳天秤座、あなたのために綺麗になりたい。10月8日会いに来て、蒲田東急プラザ。君がいて明日がある、そして未来が始まる。未来へのスタートは伊勢山皇太神宮から。結婚式は僕たちのスタートライン。さあ秋本番、食欲の秋。うまい牛肉でも食べてスタミナをつけたいな。それならニュークイックにお任せ。安くてボリュームたっぷりの牛肉で夏の疲れも一気に解消。お肉を買うならあなたの街のミートセンター、ニュークイック。鮮度の良い素材を洗練された上海スタイルで、グルメ派のあなたにはぴったり。本格上海料理の店、横浜中華街中飯店。渋谷東急百貨店本店にもオープン。ご会食ご宴会に洋州飯店をご利用ください。この時間はかっぱ橋商店街有料展開ほか各社がお送りします。特注から既製家具まで何でも揃う小林洋家具。お店のイメージアップをお手伝いする小林洋家具は業務用椅子テーブルの専門店です。草津温泉のお土産は本家父屋の温泉まんじゅう。どなたにも喜ばれる本家父屋の温泉まんじゅう。温泉まんじゅうは本家父屋へ。奥様、みりん風調味料福泉ってご存知？煮物、タレ物、鍋料理にプロの味が出せるんですよ。日本で最初のみりん風調味料福泉。三峰は南房総のクリーニングのチェーン店です。クリーニングの三峰をよろしく。バン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 一番引っ越し一番。あ、カブトムシ。ママ、うちもカブトムシのトラックで引っ越しようね。カブトムシマークの引っ越し一番、マルテン昭和風流。千葉県小原バイパス店、東金玉店、成田51号店、幕張インター店、南行徳駅前店、新小岩蔵前通り店、6店舗800台展示販売中。買って安心、売って安心。お近くの土屋自動車へ行ってみよう。ドッグメイトファッファッ CM。 今日は横浜の佐々木さんです。うちのチコちゃんはね、船の無敵が鳴ると一緒に唸るんですよ。かわいいでしょ。港町でも大評判、三つの味飛びつく美味しさ、ドッグメイト。ライオンから。サイズの本格チョコレート、ブルボンビット、5つの味が勢ぞろい。 JOLF ラジオはダイヤル1242日本放送です。鶴光の噂のゴールデンアワー。三愛石油グループ各サービスステーションではハローカードキャンペーン実施中。今ハローカードの会員になるとワクワクのスペシャルサービスやプレゼントがもりもり。
相模原佐奈上溝バイパス交差点、モービルマークの光電車豊原 SS へ今すぐどうぞ。頑固に徹した本物の味はこれだ。鶏ガラスープが本物だ。麺の歯ごたえ本物だ。ニュータッチサブチャンラーメン。確かな住み心地、小売建設の注文住宅、夢叶えます。成田 24-3377 小売建設、ただいま大工さん募集中。ベリカ 4WD にクリスタルライトルーフ新登場。2400ECI マルチエンジン新搭載。今大きな感動を呼吸する。ビッグフィールドワゴン三菱デリカ。お求めは東京の三菱カープラザ店へ。ねえねえ、知ってる？国道16号線モービルガソリンスタンドヤハバが10月7日磯子店をオープンするのよ。あなたのカーライフの素敵なパートナーヤハバ、よろしくね。世界の管楽器大集合、楽器のデパート黒沢音楽館では世界の管楽器フェアを開催中。セルマー、クランポン、柳沢などなど世界の名器を特別価格で大奉仕。黒沢音楽館、山手線新大久保駅前、電話 03-363-9630。 ストライク。決断こそが将来の財。ズバリ江本武則の決め球は第一重犯。豊かな暮らしめがけてストライク。住まいのご相談は橋本、相模原、町田、甲府、お近くの第一重犯。本線道と東京シティ競馬大井競馬場がお送りする首都圏ハイウェイ情報です。警視庁倉本さんどうぞ。はい、中央道の上り線国立府中インター付近の工事は終わり、渋滞は解消しました。上り線は高井戸の出口で3キロの渋滞です。東名高速道路の上り線は首都高速道路に入る用賀料金所で3キロの渋滞。関越道の上り線は最終の練馬インターの出口で1キロ渋滞しています。その他の高速道路は順調に流れています。一般道路は甲州街道の下り線渋谷区の笹塚1丁目で乗用車など車4台の事故のため2キロ前後流れが悪くなっています。警視庁でした。はい、ご苦労さんでした。首都高は小園さんどうぞ。はい、4時半から閉鎖中の入り口は内回りの江戸橋、飯倉などですが、さらに4時40分からは上りの平和島と鈴ヶ森が、4時55分からは外回りの芝公園が閉鎖になる予定です。入り口手前の電光板に注意してご利用ください。現在中央環状線外回りの小菅付近、普通トラックが故障で止まっている影響で扇大橋付近まで、影響で6号三郷線の上りも加平付近まで小菅を先頭に渋滞しています。首都高速でした。ご苦労さんでした。次の日本放送交通情報は4時50分ごろお伝えします。くーっときたきた、五蔵六腑にすっぽんパワーが染み渡る宝泉堂のすっぽん酒宝水。カーッとくるね。これはうまい。すっぽんのパワーが生きてるね。スタミナもりもりすっぽんのお酒、宝泉堂の宝水新発売。クイズ、何の音でしょう。ベイヒロファイブの新鮮な素材。スエヒロファイブの炭火焼きステーキ。いらっしゃいませ。みんなの美味しいスエヒロファイブ。鶴光の噂のゴールデンアワー、出前講談くれない参上。Excuse me. Yes. Do you know Arabic nail drip system? No. No. Do you know clean jive? No. Thank you very much. アラビキネルドリップ方式、うまさにこだわる缶コーヒー、キリンジャイブ。あなたのお家のご相談は住宅情報。土地なら東上線沿線上福岡と坂戸の住宅情報センター。
千葉県下に広がる中古車のデパート土屋自動車では、ただいま全店秋の中古車フェア開催中。茂原バイパス店、東金玉店、成田51号店、幕張インター店、南行徳駅前店、新小岩蔵前通り店、6店舗800台展示販売中。買って安心、売って安心、お近くの土屋自動車へ行ってみよう。カツオ、海苔、しいたけ、贈り物に。クララ、マルアイ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。おかげさまでビッグヨーサン町田小山店は誕生1周年。感謝を込めて大創業祭開催中。いいもの安くとびっきりの商品が勢ぞろい。横浜線の鳴瀬店、東海千葉店も同時開催。新鮮激安。ビッグヨーサン。日本ハムの新発見味わいフェア、ただいま実施中。クイズに答えてヨーロッパ新発見連の旅に20名様をご招待。さらに応募マークを送って文化バッグか電磁片手鍋が毎週3名合計1万名様に当たります。詳しくは新聞雑誌お店でどうぞ。こちら地球ギズメンですか。牛丼の吉野家さん行くと税別370円の牛丼が300円だってよ。こちら月面、そりゃいかんな。10月9日までだと間に合わへんやんだな。吉野家秋のありがとうセール、10月5日午後2時より9日午後2時まで。鶴光の噂のゴールデンアワー。トンテキのタイマル、タイマルのトンテキはスタミナの王様。しゃぶしゃぶ、すき焼きも美味しい。上野中通り、皆様のタイマル、宴会にもどうぞ。総裁は千葉の白善社祭場へ。0472-31-4444。黒松博士家、ご愛顧70年の感謝を込めて、ただいま幸せを招くマジック杯プレゼント実施中。黒松博士家超特選、特選 1.8 リットルをお求めの方に漏れなく1本に1個差し上げます。期間は11月23日まで。お早めにどうぞ。夢を語ると魅力的な男がいる。夢を聞いていると幸せな女がいる。あなたといるとなぜか心地いい。独自のトリプルチャコールフィルター、男と女のタバコ、パリジェンヌマイルド、消費税込み250円で新登場。ったく色男でもないのに力なし。そのくせしっかり掃除しろ、床には傷つけるな。どうするのよこの重い家具。だからさ、日安の家具スベール、こうやって家具の底にペタッと貼るだけで、ほら、ほんと色男の深知恵。ただいまオーストラリア旅行プレゼントクイズ実施中。詳しくはオレンジページで。あふれる感謝を安さに込めて、ハイパーマーケットオリンピックでは創業27周年記念セールを開催中。日用品はもちろん、高級ブランド品や一流メーカーの新製品もスーパープライスで大放出。27周年記念セール、お見逃しなく。オリンピック。あなた保険に入ったの？そう、富士火災の新積立女性保険、イブ。アダムもいないのにイブ？もしものためよ。交通事故とか会社や家にいる時の事故まで大きく保証してくれるのよ。自分のこともっと大切にしなきゃ。富士火災の新積立女性保険、イブ。千葉トヨタインフォメーション。カリーナ ED がすごい。4年ぶりのフルモデルチェンジでさらに美しくなって新登場。エキサイティングドレッシー、カリーナ ED。 ただいま千葉トヨタ全営業所で展示試乗会開催中。少しずつ夢を形にして、あなたの胸に飛び込む日。美しき人生へのステージ、20周年に感謝を込めて、池之端文化センターからゴールデンベルビープラン。10月15日から毎週日曜日はアイドルのオンパレード。午後5時から吉田栄作が、9時半からは宮沢りえがラジオレギュラー初登場。さらに所ジョージのワイドも始まっちゃうぞ。秋からの日本放送はカボチャショックで面白い。3.40 スキルインタビュー、原田信郎です。今日は世田谷区南唐津山5丁目にあります
サンテドラッグ烏山店さんにお邪魔しています。幼い武さんです。こんにちは。こんにちは。幼いさんの趣味は映画です。最近見てよかったものはレインマンとあとメジャーリングですね。僕も見ました。あ、そうですか。これ結構涙ほろりですよね。誰と見に行くんですか。一人です。また。本当です。彼女いないです。目のかすみ、目の疲れに三千四十。オフロードで鍛え、オンロードで磨いたパジェロ。新たに高速安定性を向上させたワイドシリーズ。走りを追求したスポーティー JX シリーズが新登場。パワーインテリジェンスパジェロ、三菱から。お求めは東京の三菱ギャラン店へ。この秋、ブルックボンド紅茶からとってもおしゃれなブリティッシュタウンズポロプレゼント。ブルックボンドです。スタイルが新しい、想像以上に楽しめる。ブライダルはもちろん、あらゆるパーティーに応えるマルチホール、プラザ平安。パーティー最前線、プラザ平安。ご婚礼のお申し込みは柏市役所となり、プラザ平安へどうぞ。新州一味噌が5時をお知らせします。鶴子の噂のゴールデンアワー。おお、ビューティフル。見て、前の車のリアスポイラー。あれが噂のスタンレーのルドンさ。 あれがルドン。半導体の光、スタンレーの超高輝度 LED を組み込んだハイテクで安全な光、リアスポイラールドン。世界に先駆け好評発売中。いやー、本当に明るいですね。安らぎがありますよ。喜びもありますね。そう、小堀の住まいって素晴らしいですよね。明日の住まいを建築する小堀住建。花が並んでいるのは花屋さん。こんにちは。こんにちは。お風呂とエアコンが並んでいるこのお店は何だろう。東京ガスのサービスセンターです。ガスのことなら何でもご相談ください。千葉健康ランドへ皆おいで。ここは天国健康ランド。歌に踊りにでっかいお風呂、おいしさ楽しさ健康ランド。千葉の健康ランド来てよね。ニューライフエリア、今注目のリゾート、花と緑と海の南房総。南房総の土地住まいのことなら地元の御宿土地グループにお任せください。電話0470-62-3611、0470-62-3611、御宿土地グループへ。おい、スーツケースとかビデオとか何でもレンタルするってのはどこだっけ。マイレンタルでしょ。どこにある。すぐそこのお店に出てたでしょ、黄色い看板の。ああ、行ってこ。電話でもいいのに。近くて便利なマイレンタル。受付センターは東京 03-938-0081。トダボートダイアリー、本日5日目のレース結果をお知らせします。1レースは36で6480円、2レースは14で580円、3レースは26で2550円、4レースは14で1300円、5レースは46で1000トンで50円、6レースは12で1000トンで60円、7レースは21で2000トンで30円、8レースは15で500円、9レースは13で950円、10レースは24で240円、11レースは6号で4820円でした。なお、5レースの5番、10レースの1番、3番、5番、フライングのため返還以上でございます。12レースの結果についてはテレフォンサービスをご利用ください。レース結果は主催者発表のものと照らし合わせてください。トダボートは明日最終日のレースを行います。
噂のゴールデンアワー、三菱ダイヤモンドハイウェイ。この時間は3ダイヤモンドマークの三菱石油がお送りします。あれ、教官先生、三菱石油のジョーカード知らないんですか？教習生の僕でさえジョーカード知ってるのに、やだな。もう五十嵐君は来週も S 字クランクをやりたいみたいだね。ドライバーの皆さん、三菱石油からジョーカード赤と黒で新登場です。あれ、教官先生も三菱石油のジョーカード持ってるんですか？これあると本当便利ですよね。この間も。ところで五十嵐、路上もまだのお前がどうしてジョーカードを持ってるんだ？ドライバーの皆さん、三菱石油からジョーカード赤と黒で新登場です。レイボー、レイボー、ガンボー、ガンボー、まとめてガスで、オフィス、お店は、ガスヒーフォン。オフィス、お店は、東京ガスのガスヒートポンプエアコン。ジミー原田です。アパートマンションをお探しの方は週刊賃貸住宅ニュースにお任せください。毎週水曜日、駅売店、書店、スーパーで発売。理屈じゃない、気分だよ。週刊賃貸住宅ニュース。いらっしゃい。お買い物は1円でも安く買うのが主婦の務め。店先でもう一声とか、もう少しね、うんとか、声も使い分けて。だから出かける前にハーブキャンディ。奥さんにはかなわねえな。スイスハーブの力です。喉健康、山の内製薬のハーブキャンディ。プロの選び方を徹底的に追求した梶原の料理道具、かっぱ橋梶原キッチンサプライの料理道具はプロの道具です。車というものは放っておくと想像以上に汚れていくもの。ボディがギャーッと悲鳴を上げないうちに、さあ飛び切りパワーの登場です。水垢がつかず、しかも光沢が深い、パワーな性能、ソフト99パワーワックス。上野精養軒の純フランス料理は明治時代から多くの方々に親しまれてきました。創業118年、洗練された調理と心温まるサービスをモットーにしています。緑の森に囲まれた上野精養軒、ご披露宴ご宴会にご利用ください。黒松博士家ご愛顧70年の感謝を込めて、ただいま幸せを招くマジック杯プレゼント実施中。黒松博士家超特選、特選 1.8 リットルをお求めの方に、もれなく1本に1個差し上げます。期間は11月23日まで。お早めにどうぞ。日本ハムの新発見味わいフェア、ただいま実施中。クイズに答えてヨーロッパ新発見伝の旅に20名様をご招待。さらに応募マークを送って、文化バッグか電磁カフェテ鍋が毎週3名合計1万名様に当たります。詳しくは新聞雑誌お店でどうぞ。カメラ側近高価買取、高輪明治学院前、松坂屋カメラ。ダンボー、ガンボー、レイボー、まとめてガスで、オフィス、お店はガスヒーフォン。オフィス、お店は東京ガスのガスヒートポンプエアコン。レイボー、オフィス、お店はガスヒーポン。オフィス、お店は東京ガスのガスヒートポンプエアコン。七五三初宮参りは平塚八幡宮。七五三初宮参りは平塚八幡宮。オレンジ色の憎いやつ、車が当たるスーパークイズ、夕刊フジの土曜版が評判です。透明厚木インター6分、平塚グリーンゴルフ。緑鮮やかなフェアウェイで富士山に向かって100打席豪快打ちっぱなし。さらにショートコースも9ホール完備。気分はもう本コース。平塚グリーンゴルフ。ねえねえ、知ってる？
国道16号線モービルガソリンスタンドヤハバが10月7日磯御殿をオープンするのよ。あなたのカーライフの素敵なパートナーヤハバ、よろしくね。本格チョコレートブルボンビット、5つの味が勢ぞろい。今新車買うなら国道1号線平戸のカーランド森富。なんとカーランド森富では金利 6.5% で販売中。国産車全車種取り揃え。綺麗になりたい。10月8日会いに来て。蒲田東急プラザ。香り松茸、味しめじ。秋はキノコの季節です。さっと網焼きにして香り付け程度に醤油を垂らす。お湯割りが欲しくなった。うまい魚にはうまい焼酎。麦の香り爽やか麦焼酎限界。お送りする首都圏ハイウェイ情報です。警視庁上野さんどうぞ。はい、東名高速道路下り線事故の渋滞です。下りの横浜厚木間大和バス停付近、乗用車の事故のために下り線1キロ渋滞しています。反対上り線は首都高速道路へ入る洋画料金所で3キロ混み合っています。中央道はこの時間上下線ともに順調に流れています。都内の一般道路新青梅街道宝谷市富士町1丁目ではまだ車両火災の事故の処理中です。両方向流れが悪くなっています。お気をつけください。警視庁でした。はい、ご苦労さんでした。首都高は三木さんどうぞ。はい、5時に閉まる入り口は環状線内回り銀座、外回り呉服橋、上りの外苑の3カ所です。都心環状線を先頭に2号線の上りは天元寺、3号線は断続的に洋画まで、4号は新宿、5号は西神田、また江戸橋を先頭にして6号線は駒形、7号両国、9号木場までの渋滞です。6号線下り箱崎インターを先頭に都心環状線の外回りは断続的に芝公園まで、内回りも断続的に飯倉まで混んでいます。首都高速でした。はい、ご苦労さんでした。続いて千葉豊里パールホテルチェーンがお送りする隣接県の交通情報です。千葉の奥木さんどうぞ。はい、国道14号線は下りの混雑が目立ちます。元八幡市川インター入り口、幕張、そして県見川信と4丁目で待たされています。反対に上りは船橋港町と市川広小路で、国道357号線都内に向かう車は二股で、舞浜周辺の混雑も目立ちます。6号線は上りの混雑、北松戸駅前南花島で、16号線海沿いは外回り、川崎町八幡浦木更津の桜井で混んでいます。千葉からでした。はい、ご苦労さんでした。埼玉は小森さんどうぞ。はい、国道16号の外回り大宮の三橋5丁目、内回りは入間市の河原町でそれぞれ1キロの渋滞です。また国道17号では浦和の県庁前から都内に向かう車が混雑しています。反対に下りは戸田橋で1キロの渋滞です。この17号に入る車ですが、上戸田と戸田の本町で使えています。その他笹目橋下では新大宮バイパスに入る車の流れが悪くなっています。埼玉でした。ご苦労さんでした。神奈川は斉藤さんよろしく。はい、平戸桜木町線の下りで事故がありました。南区南大田1丁目、京浜急行の南大田駅前になるんですが、ここでバイク同士の事故があり、今一車線狭くなっていますので気をつけてお通りください。この他国道1号線の原宿や新保土屋インターではともに上りの滞り、鎌倉街道の下りでもやはり上りが混んでいまして、渋滞は鎌倉女子大前を越えています。その他都県境の綱島街道は丸子橋や木月4丁目でやはり上りが混んでいます。神奈川でした。ご苦労。次の交通情報は5時20分ごろお伝えします。あふれる感謝を安さに込めて、ハイパーマーケットオリンピックでは創業27周年記念セールを開催中。日用品はもちろん、高級ブランド品や一流メーカーの新製品もスーパープライスで大放出。
27周年記念セール、お見逃しなく。オリンピック、トンテキの上のタイマル。タイマルのトンテキはスタミナの王様。しゃぶしゃぶ、すき焼きも美味しい。上の中通り、皆様のタイマル、宴会にもどうぞ。オレンジ色の憎いやつ、車が当たるスーパークイズ、夕刊フジの土曜版が評判です。総裁は千葉の白善社祭場へ。0472-31-4444。夜のハイウェイ、心はもうパリ。早くあなたに会いたい。たった一言が人生をドラマチックに変えてしまうこともある。独自のトリプルチャコールフィルター、男と女のタバコ、パリジェンヌマイルド、消費税込み250円で新登場。ったく、色男でもないのに力なし。そのくせしっかり掃除しろ、床には傷つけるな。どうするのよこの重い家具。だからさ、日安の家具スベール、こうやって家具の底にペタッと貼るだけで、ほら。ほんと色男の深知恵。ただいまオーストラリア旅行プレゼントクイズ実施中。詳しくはオレンジページで。秋です。野外でバーベキューなどはいかがですか。特選和牛ドーンと50トン大放出、ビッグヨーさん秋のステーキフェア開催中。横浜線の成瀬店、東海市場店と町田小山店でお待ちしております。新鮮激安ビッグヨーさん。香りますだけ、味しめじ。秋はキノコの季節です。さっと網焼きにして香り付け程度に醤油を。うまい魚にはうまい焼酎、麦の香り爽やか、麦焼酎限界。藤田さんがお送りする首都圏ハイウェイ情報です。警視庁平松さん、どうぞ。はい、東名高速の上り線はこの時間も横浜の出口で2キロ、首都高速への用賀料金所で7キロ、中央道上りの大月付近はトラックの事故の処理が続いているため3キロ渋滞しています。都内の一般道路の方は幹線道路に事故はありませんが、外苑東通りは牛込柳町で両方向、新宿通りの上り線は四谷見附を先頭に2キロから3キロ断続的に、また青山通りは表参道で上下線混んでいますが、特に上りの方は玉川通りの大橋あたりまで混雑が伸びています。警視庁でした。ご苦労さんでした。首都高は小鶴さん、どうぞ。はい、5時からの入り口の速さは上りの目黒、高木町、幡ヶ谷、西神田、駒形、向島、内回りの芝公園、神田橋、外回りの呉服橋、銀座の10カ所です。東北道方面に向かう車は川口線の下りの東両家付近、本線上に車が止まっている影響で下り方向は2キロ、影響で反対側上り線、東北道方面からの車も少し現場付近で混み合っています。また自然の渋滞で都心環状線の外回りはほぼ1周14キロの渋滞です。首都高速でした。ご苦労でした。続いて千葉トヨタと上野の森の池の畑文化センターがお送りする隣接県の交通情報です。千葉の奥木さん、どうぞ。はい、いずれも自然渋滞です。国道16号線の海沿いが大変混んでいます。内回り14号に向かう車は木更津の桜井、雨崎、そして五井海岸から村田町まで断続的に混んでいます。14号線に入りますと上りは稲毛、八津、船橋、港町、市川、広小路、反対に下りは船橋、港町、幕張、信戸4丁目で混んでいます。6号線上りの混雑は南花島、神奈前です。千葉からでした。ご苦労でした。埼玉、田中班、どうぞ。はい、国道17号桶川の坂田、まだ工事渋滞続いていまして、上下線とも1キロ以上の渋滞です。夕方の混雑は国道17号激しくなってきました。浦和市内では別所坂下で上下線が1キロ以上、大宮の桜木町でも上下が1キロ、また上り方面では与野の上落合で1キロ以上の渋滞です。県道の浦和所沢線は埼玉大学入り口で所沢方面からの車1キロ以上の渋滞、国道16号の外回り大宮の三八五丁目で1キロです。関越道練馬の出口4キロの渋滞です。埼玉でした。ご苦労さんでした。神奈川は斉藤さん、よろしく。はい、今日は事故がとっても多くなっています。この時間も事故の情報を2件お伝えします。まず国道246号線の下り、川崎市高津区溝の口ではトラックとバイクの事故、このため1車線狭くなっていまして 500m つながっています。また国道16号線の上り、横須賀市船倉町ではトラック同士の事故で今上りが通行止め、下りを使って交互通行を行っています。渋滞は上下線ともに1キロです。
神奈川でした。ご苦労でした。次の日本放送交通情報は5時20分ごろお伝えします。ジェームス・ミキです。大切なものしっかり見えてますか？メガネのパリミキ。ラーメンはスープが命。男は言った。黒糖まみを徹底追求。頑固に守った本物の味。ニュータッチサブちゃんラーメン。華やかさ美容で鼻はすっきりオールファイブ気分。微量は有名薬局薬店でどうぞ。お通はバン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 。クリームを優しくふんわりとソフトなカステラに包みました。メーカースキロマンポンポコでおなじみのロバ製菓がお届けします。衛星放送システムが5万9800円より。池袋東口ビッグカメラ。ドライバースタンドで人参は売ってませんが、カー&バイク用品ならたっぷり揃えています。ドライバースタンドでサンマは売ってませんが、オイル交換、タイヤ交換ならやってます。車が喜ぶ、バイクが喜ぶ、みんなが喜ぶ、いつも明るい笑顔のドライブステン。ツルコーの噂のゴールデンアワー。それいけ OL アタック隊。この時間は白竹の高橋酒造本店と男が決まる紳士服の後藤がお送りします。さてこの辺でおおってと行きますか。来ましたね。よしそれじゃ白竹を。ああこんな手があるのよ。あやばいな。俺にも白竹ちょうだいよ。優しい美味しさ純米焼酎白竹。こんなこともあんなこともできるってとこ見せてやれ。感性を磨き始めた男たちへ、トレンディーなソフトスーツ、自分自身にこだわる一着、紳士服の後藤にあります。大人の男は面白い。紳士服の全国ネットのタックスチェーンの買取保証書ってなんだ知ってるの？よく車を売った後でトラブルが起こったりするから、そういうことがないように買取保証書がもらえるんでしょ。よく知ってるな。でも全国ネットタックスチェーンで愛車を売って安心を買おうと、ここまで言えなきゃ。タックス店で車を売って安心を買おう。名月や夜は人住まぬ峰の茶屋。都会にも季節は来るもんだ。こんな秋の夜長はお湯割りをやりながらお月様と話でもしようか。今宵息を飲む大麦焼酎武尊。東名高速からのお知らせです。10月23日から11月2日まで東名全線において集中工事を行います。期間中は各地で車線規制を実施しますので大渋滞が予想されます。交通情報に十分注意しご協力をお願いします。それいけ OL アタック隊。この時間は車の全国ネットタックスほかがお送りしました。紳士服のコナカエコダ店、10月7日オープン。大型紳士服専門店コナカ、西武池袋線エコダ駅前千川通りに。紳士服のコナカエコダ店、10月7日別格オープン。やったー、国道16号線モービルガソリンスタンド矢幅磯子店がフレッシュにオープンしました。あなたのカーライフの素敵なパートナー、ヤハバ、よろしくね。CM 休日や鶴ヶ島店でドッグメイトファンがどんどん増えています。鶴岡の勇気です。うちのハッピーはドッグメイトが大好きでね。ねえハッテちゃん。3つの味飛びつく美味しさ、ドッグメイト。ライオンから。株式会社鎌谷がお送りする日本放送交通情報です。警視庁平松さんどうぞ。はい、
まずこの時間の高速道路ですが、東名の上りは横浜の出口で4キロ、その先は首都高速に入る用賀料金所で7キロ、中央道上り大月付近は事故のあった駅が残っていまして、まだ3キロぐらい。その先は唐津山トンネルで車2台の事故のために少し流れが悪くなっています。関越道上りは練馬の出口で4キロぐらいの渋滞です。それから神奈川では事故の情報で、国道134号線上り横須賀市の船倉町ではトラックと軽車両の事故のため両方向を1キロ、また伊豆方面からの帰りの車で国道135号線の上りは小田原の早川で5キロぐらい渋滞しています。都内では玉川通りの上りの世田谷区上馬2丁目と本郷通りの下り文京区本駒込で、どちらも事故の処理中で流れが悪くなっています。警視庁からでした。ご苦労さんでした。日本放送交通情報でした。暖房冷房まとめてガスでお店はガスヒーポン。オフィスお店は東京ガスのガスヒートポンプエアコン。商店街有料展開ほか各社がお送りします。 JOLF ラジオはダイヤル1242日本放送です。鶴光の噂のゴールデンアワお送りする首都圏ハイウェイ情報です。東名指令室のふまさん、よろしくどうぞ。はい、東名高速道路は上り線で自然の渋滞です。御殿場と大井松田の間のつぶらのトンネルで1キロ、大井松田付近で2キロ、畑野中付近で4キロ、さらに横浜出口で2キロの渋滞です。この渋滞はこの後交通量も増えてきていますので、10キロ以上の渋滞になるかもしれません。渋滞の中では事故などには十分注意しましょう。東名からお伝えしました。ご苦労さんでした。警視庁倉本さん、よろしく。はい、高速道路は上り線の渋滞です。中央道の上り線は大月インターと上野原インターの間、中野トンネルを先頭に花咲トンネルを過ぎるまで14キロの渋滞。大月インターの合流では川口湖方面からの車4キロつながっています。さらに上り線は相模湖インターから小仏トンネルにかけて6キロ渋滞しています。東北道の上り線は金川インターと栃木インターの間、須賀西方パーキングエリア付近で事故のため1キロ半の渋滞。さらに上り栃木インター付近も事故の影響で1キロ渋滞しています。警視庁でした。ご苦労さんでした。次の交通情報は4時50分ごろお伝えします。鶴光の噂のゴールデンアワー。出前講談ふれない、つも肌が白くって艶があってきめ細やかで、私に浜さんも思わず微笑む日本の味、柚月のかまぼこ。あなたのためにきれいになった蒲田東急プラザ188店、きれいにオープン。ショッピングがきれい、お食事がきれい。東急プラザただいま改装オープニングフェア開催中です。鶴光の噂のゴールデンアワー。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。秋です。野外でバーベキューなどはいかがですか。特選和牛ドーンと50トン大奉仕、ビッグヨーさん秋のステーキフェア開催中。横浜線の成瀬店、東海市場店と町田小山店でお待ちしております。新鮮激安ビッグヨーさん。鶴光の噂のゴールデンアワー。ジミー原野です。アパートマンションをお探しの方は住宅ニュースにお任せください。毎週水曜日
駅売店書店スーパーで発売。理屈じゃない気分だよ。週刊賃貸住宅ニュース。いや雨よ。元旦のおとなしルーフは金属屋根なのに雨音をシャットアウト。断熱も耐久性も抜群の屋根です。おとなしルーフのお問い合わせは0466-45-8771、元旦ビューティー工業住宅事業部まで。元旦って社長の名前です。私は今日まで生きてみました。近頃やっと分かってきました。本当に輝いているものは身近にあるんですね。誰かにしがみついて。クオリティが輝く家、サンフェリカセラ新登場です。タナホーム。お歳暮は今年もビッグ量産。送ってご予算半分、送られて感謝と満足が2倍。例えばキングサイズのロースハムなど。横浜線の成瀬店、東海市場店と町田小山店でお待ちしております。新鮮激安ビッグ量産。 JOLF ラジオはダイヤル1242日本放送です。秋を感じたくなったらとりあえず京浜急行に乗りましょう。観音崎京急ホテルで海を眺める人、ウイング高輪で枯れ葉色のセーターを探す人、秋は大人が遊ぶ場、都会と海を結ぶシーサイドエキスプレス。芝公園、湾岸線の西行き、大井南、東行き、有明、合計9カ所です。中央環状線の外回りの扇大橋付近、故障車が止まっているために川口線上りの加賀付近まで5キロ渋滞しています。
一般道路では京葉道路の下り江東区亀戸6丁目車3台の事故のために流れが悪くなっています。警視庁からお伝えしました。ご苦労さんでした。日本放送交通情報でした。ジャンジャンジャングル、ジャンジャンジャングル、ジャンジャンジャングルスポーツ in 慶応閣。おかげさまで慶応閣は開設40周年。スポーツいっぱい、楽しさいっぱいのジャングルワールドにみんな集まれ。慶応閣競輪開設40周年記念は25日から。慶応閣キャンペーン参加の日赤サービスステーションへ。あなたのためにきれいになった東急プラザ188店きれいにオープン。ショッピングがきれい、お食事がきれい。蒲田東急プラザただいま改装オープニングフェア開催中です。北の昆布のうまみとコクが新しい我が家の味になりました。島屋昆布だしの素。今日は早いかな、遅いかな、早いかな。ただいま。おかえりなさい。風味豊かに嬉しいごちそう。今や昆布だしの素。鶴光の噂のゴールデンアワー。爽やかな朝、第三紳士服のスーツで一日が始まる。ある時はハードに、ある時はソフトに決める。いいスーツを着た時、気分はいつも爽やかになる。いつも、そしてこれからも。紳士服の代表。はい、日本料理のひろみです。あの急な集まりで500人分のお料理すぐできます？はい、何人分でもセットから後片付けまでお任せください。よかった。お電話一本でその日に間に合います。電話は横浜 333-5151。 日本料理はひろみ寿司。ついにここまで来た社会党パチンコ疑惑。国会で暴かれる疑惑の核心。本人が出版差し止めを要求した千正男の脅威の蓄財術。野坂昭如がまたまた大批判。田中康夫氏の馬鹿げた錯覚。週刊文春は今週もニュースが熱い。そして文藝春秋11月号も社会党の人、金、政策を裸にするなど、同社会党の本質を徹底究明。ニュースはいつも文藝春秋から。東名高速からのお知らせです。10月23日から11月2日まで東名全線において集中工事を行います。期間中は各地で車線規制を実施しますので大渋滞が予想されます。交通情報に十分注意しご協力をお願いします。ちょっと得した気分。この時間は第三紳士服ほかがお送りしました。Welcome Mr. and Mrs. Reagan。社長もつらいよ。今月は150万足りない。小規模事業者の皆さん、マルケイ融資をご存知でしょうか。担保も保証人も不要、450万円までご融資します。経営のことで困ったらお近くの商工会議所か商工会へ。ジミー原田です。アパートマンションをお探しの方は住宅ニュースにお任せください。毎週水曜日、駅売店、書店、スーパーで発売。理屈ではない気分だよ。週刊賃貸住宅ニュース。
わよ。元旦のおとなしルーフは金属屋根なのに雨音をシャットアウト、断熱も耐久性も抜群の屋根です。おとなしルーフのお問い合わせは 0466-45-8771 元旦ビューティー工業住宅事業部まで。元旦って社長の名前です。七五三初宮参りは平塚八幡宮。七五三初宮参りは平塚八幡宮。日本ハムの新発見味わいフェア、ただいま実施中。クイズに答えてヨーロッパ新発見連の旅に20名様をご招待。さらに応募マークを送って文化バッグか電磁カタテ鍋が毎週3名合計1万名様に当たります。詳しくは新聞雑誌お店でどうぞ。殿、いよいよご決断を。融資はスピーディーでなければいかん。その上、信頼でき誠意を持って当たってもらいたいが、どうじゃ。ははー、港ファイナンスの不動産担保ローンはいかがかと。あなたの夢が船出する。じゃんじゃんジャングル、じゃんじゃんジャングル、じゃんじゃんジャングルスポーツ in 慶応閣。おかげさまで慶応閣は開設40周年。スポーツいっぱい、楽しさいっぱいのジャングルワールドにみんな集まれ。慶応閣競輪開設40周年記念は明日から。遅くなっちゃいましたよ。いや、盛り上がっちゃったもんな。しかし腹減ったな。そんな時こそ吉野家の牛丼テイクアウト。ただいま。はい、お土産。吉野家の牛丼、ママと一緒に食べたかったんだ。パパ、それ昨夜も言いませんでした。お土産牛丼も吉野家で。日曜日、家でゴロゴロしているお父さんにこの特マップをこっそり振りかけてみてください。すると、おー、出かけるぞ、母さんお弁当。はい、一郎特マップ。オッケー。と、こんなに元気になりました。現地取材の情報満載、頑張れファミリー特マップドライブガイド。特マップ。ニューパッケージで新登場、バタークッキーはケルド戦から始まった。東京湾フェリーがお送りする首都圏ハイウェイ情報です。警視庁倉本さん、どうぞ。はい、東名高速道路は昨日から始まった集中工事の影響で渋滞しています。下り線は大井松田と御殿場の間、小山バス停付近で3キロ、沼津と富士の間、中戸とバス停付近で1キロ、さらに下りは富士と清水の間、神原トンネル付近で1キロ、由井パーキングエリア付近で5キロ渋滞しています。反対の上り線は焼津と静岡の間、日本坂トンネルで4キロ、裾野と御殿場の間、駒門パーキングエリア付近で1キロ渋滞しています。警視庁からでした。はい、ご苦労さんでした。首都高は佐藤さん、どうぞ。はい、この後5時からの入り口の閉鎖は、上りの岩塩駒形、内回りの芝公園江戸橋、外回りの神田橋、西行きの大井南です。すべて自然の渋滞で、6号線下り箱崎を先頭に環状線内回りは飯倉まで、外回り断続的に浜崎橋まで、湾岸線は昭和島インターで浦安方向からの車が3キロ以上、中央環状線堀切インターで小杉方向に向かう車2キロ混んでいます。高速でした。ご苦労さんでした。続いて千葉トヨタとパールホテルチェーンがお送りする隣接県の交通情報です。千葉の早川さん、どうぞ。はい、いずれも自然の渋滞です。国道16号線海沿い、市原市の八幡浦では両方向とも、国道14号線船橋の港町では上り、中山競馬場入口では競馬場方面からの混雑。一方、国道357号線市川市の二俣では両方向、浦安の前浜では上りの流れ悪くなっています。さて、今晩11時から明日朝6時まで、 JR 千葉駅前交差点から弁天地下道まで工事のため通行止めになります。ご承知ください。千葉からでした。ご苦労班でした。埼玉田中班、どうぞ。はい、今日もこちらも工事の影響で17号桶川市坂田下り方面1キロ以上の渋滞、また16号の外回り岩槻の角倉も1キロちょっとの渋滞です。自然渋滞では国道4号線の上り、草加の花栗町で1キロぐらい、254の上りは新座市内、伸び止めでも流れが悪くなっています。また、戸田ボート場からの帰り車、
上戸田で17号に出る車1キロ以上の渋滞です。東北道の上り浦和の本線料金所700メートルの渋滞です。関越道の練馬の出口は3キロの渋滞。埼玉でした。ご苦労さんでした。神奈川は久米さんよろしく。はい、保土ヶ谷バイパスから横浜新道の上りに入ろうとしていらっしゃる方、今日は連絡している道路のところで2キロぐらいの渋滞です。その他は比較的穏やかな流れの神奈川県下です。この時間新たに混み始めましたのは環状2号線の岸根です。岸根を先頭に上杉吉の方からの車が断続的につながっています。綱島街道丸子橋では上り線の渋滞、一之坪では小杉十字路の方から、また綱島では下り線と下口の方から800メートルの渋滞です。神奈川でした。ご苦労さんでした。次の日本放送交通情報は5時20分ごろお伝えします。今八方園の庭園は澄んだ秋の空気に溢れています。爽やかな風に包まれるとき、喜びの二人に届くのは自然からの祝福の響き。秋、幸せきらめく季節に贈られて、八方園のウェディング、芝白金八方園。お客さん、終点ですよ。お客さん。は？なんだよ、人がせっかく眠ってんのに。終点ですよ、お客さん、終点。おや、あと一駅ありました。魔法使いのようだと評判です。あっという間に希望のお店に。かっぱ橋洋家具、電話 845-6111。 上野西洋軒の純フランス料理は明治時代から多くの方々に親しまれてきました。創業118年、洗練された調理と心温まるサービスをモットーにしています。緑の森に囲まれた上野西洋軒、ご披露宴ご宴会にご利用ください。ちょっぴりおしゃれに、ちょっぴりグレードアップ、江戸川京成。パワーあふれるモーター音、水しぶきを上げてボートが踊る、エンジン音の高まりがクライマックスを知らせる、まるで水上のオペラみたい。江戸川京成施設改善記念競争は19日から。カメラ側近高価買取、高輪明治学院前、松坂屋カメラ。幕張中古車のデパート土屋自動車はあなたの車をどんどん買います。幕張インター店、市川北方店、新小岩蔵前通り店、東金玉店、茂原バイパス店、成田51号店、6店舗800台展示販売。買って安心、売って安心。お近くの土屋自動車へ行ってみよう。大きな時間と付き合いたいねと、脚本家倉本壮。大きな心と付き合いたいねと、作家 C.W. ニコル。本格派、本格派を知る。こだわれば本格派。贈り物は日本ハム。この時間はかっぱ橋商店街有料展開ほか各社がお送りします。本間商店では施設にあった営業用食品材料包装容器を豊富に取り揃えています。かっぱ橋本間商店は 844-5121 です。米丸です。家具なら神奈川、家具の神奈川、千葉にあっても神奈川の家具。京葉高速花輪インター稼働、暮らしをエンジョイする家具の神奈川。伊豆箱根の玄関口、恵比寿さんの三島大社。家内安全、商売繁盛。ご祈願は恵比寿さんの三島大社へ。伊豆箱根グルメの旅のお土産は確かな味わい、平田屋の羊羹。三島大社参拝記念に平田屋の三面恵比寿饅頭。伊豆三島大社の名産、三島のうなぎ、大社売店のみ販売。奥様、みりん風調味料福泉ってご存知？煮物、タレ物、鍋料理にプロの味が出せるんですよ。日本で最初のみりん風調味料福泉。今新車買うなら国道1号線平戸のカーランド森富。なんとカーランド森富では金利 6.5% で販売中。国産車全車種取り揃え。さあ
いらっしゃい。ニコニコ小売市場は肉が安い、魚が安い、野菜が安い、生鮮食料品から日用雑貨までとにかく安い。その秘訣は省エネ型店舗にチラシのカット。だから毎日が特売日。木更津君津立山のニコニコ小売市場へさあいらっしゃい。ホタ本店もよろしく。レディース&ジェントルマン、いい汗かいてますか？4号線越谷バイパスのサウナ千成、24時間 OK サウナ千成。樹齢100年を超えるカナディアンオーク、このオーク材が田園ゴールドのゆりかごとなる。長い眠りを経て今焼酎は琥珀色になった。田園ゴールド。 JOLF ラジオはダイヤル1242日本放送です。鶴光の噂のゴールデンアワー。日本のファッションをリードする東京ニューモード。豚汁にラーメン入れたらどうなるかって、ニュータッチは発想がユニークです。で、ニュータッチ豚汁ラーメン、寒い季節にポッカポカ。確かな住み心地、小売建設のすき家住宅、今住宅展示場を成田朝日に展開。とにかくスケールが違う小売建設。ドッグメイト CM マレース高塚店でドッグメイトファンがどんどん増えています。市川の高田です。うちのリッキーもドッグメイトが大好きですね。3つの味、飛びつく美味しさ、ドッグメイト。ライオンから夢遊びしませんか。11月の東京の三菱はカーギャラリーフェア開催中。三菱車の歴史が一目でわかる名車展、未来車のパネル展を開催。その上オリジナルテレホンカードが当たるなどプレゼントもいっぱい。夢遊びするならお近くの東京の三菱へ。とにかくお歳暮は今年もビッグ洋さん。送ってご予算半分、送られて感謝と満足が2倍。例えばキングサイズのロースハムなど。横浜店の成瀬店、東海市場店と町田小山店でお待ちしております。新鮮激安ビッグ洋さん。あの時ああしておけばという後悔、特に相続対策では後で取り返しがつかないほど大きな損得が生まれるものです。だから家倉、早めに家倉。ご相談は電話 0473-70-6888。 共に未来へ、家倉。この酒は明治時代酒造りに命を懸けた男の魂だ。白紙家の本醸造、喜十郎、誇り高き丹波杜氏が伝統の技で仕上げた味わいとコク、男の理想を飲んでほしい。白紙家の喜十郎、好評発売中。宝泉堂とファミリーステーキレストラン末広ファイブがお送りする首都圏ハイウェイ情報です。警視庁上野さん、どうぞ。はい、東名高速道路上りは首都高速道路へ入る用賀料金所で1キロ、関越道上りは練馬の出口3キロつながっています。この他の高速道路は順調に流れています。点検作業で通行止めになっていました神奈川県の真鶴道路新道区間の下り線は作業も終わり、通行止めも解除になっています。また静岡県の富士山スカイラインの登山区間は凍結の恐れがあるために、夕方5時半から明日の朝8時半にかけて通行止めになります。警視庁からでした。ご苦労さんでした。首都高は小山さん、どうぞ。はい、都心環状線の外回り谷町インター付近でオートバイの事故のため汐留まで6キロ渋滞。影響で都心環状線を先頭に3号線の上りは洋賀まで、2号線の上りは白金、羽田線の上りは芝浦まで渋滞しています。自然の渋滞で湾岸線の西行きは羽田方面へ向かう車は昭和島の合流で8キロ渋滞しています。4時からの入り口の閉鎖は上りの天元寺など8カ所です。首都高速でした。ご苦労さんでした。次の日本放送交通情報は4時50分ごろお伝えします。くーっときたきた、五臓六腑にすっぽんパワーが染み渡る宝泉堂のすっぽん酒宝水。カーッとくるね。これはうまい。スッポンのパワーが生きてるね。スタミナもりもりスッポンのお酒、宝泉堂の宝水新発売。
近頃楽しみはありますか？あるある。末広の5は5日が子供の日でしょ。15日はママの日で、25日はパパの日。月に3度のお楽しみで家族もみんな大喜びですよ。みんなのおいしい末広の5。フルコーの噂のゴールデンアワー、出前講談くれない誕生。それでは皆さん、ご唱和お願いします。ジュースにお酒にクリーンアイス。ジュースにお酒にクリーンアイス。ジュースにお酒にクリーンアイス。純粋一筋葛飾成城のクリーンアイス。ちょっぴりおしゃれに、ちょっぴりグレードアップ、江戸川経典。溢れるモーター音、水しぶきを上げてボートが踊る、エンジン音の高まりがクライマックスを知らせる。まるで水上のオペラみたい。江戸川競艇施設改善記念競争は19日から。おいしい酒は作っているところで買うのが一番。口当たりの良い本醸造1級は税込み850円。甘口辛口お好みでいろいろ作れる手作りの純米原酒は税込み1000円。埼玉県蓮田市清流酒造、電話0487682025。ぜひご来店をお待ちしております。カツオ、ノリ、シイタケ、贈り物に。夜のハイウェイ、心はもうパリ。早くあなたに会いたい。たった一言が人生をドラマチックに変えてしまうこともある。独自のトリプルチャコールフィルター、男と女のタバコ、パリジェンヌマイルド、消費税込み250円で新登場。オレンジ色の憎いやつ、車が当たるスーパークイズ、夕刊フジの土曜版が評判です。いつも肌が白くって艶があってきめ細やかで、私も浜さんも思わず微笑む日本の味、ゆうづきのかまぼこ。町人の足音陶器落ち葉かな。もう帰ろうか。いや、もう少し。そのうちお湯割りが2杯3杯。本日町人来たらず、一人で飲むもよし。大麦焼酎武尊。鶴光の噂のゴールデンアワー。七五三初宮参りは平塚八幡宮。七五三初宮参りは平塚八幡宮。こんな美味しい牛丼を、こんな美味しい牛丼を愛する妻にも食べさせたい。という方に吉野家の牛丼弁当、出来たての美味しさそのままお持ち帰り。奥さん用にお一つお持ち帰りですね。あの、味噌汁もつけてください。牛丼テイクアウト吉野家で。今日酒屋さんに行ったら、いつもの力士にこんな素敵な絵のついたティッシュがついてたの。力士今、蔵造り本醸造力士 1.8 リットルに漏れなく蔵造りティッシュがついてます。力士って洒落てるわね。あったかい東伊豆温泉郷へいらっしゃいませんか。温泉に入ってゆっくりのんびり、みかん狩りや新鮮な海の幸など楽しさいろいろ。大川、北川、熱川、片瀬、白田、稲取の東伊豆温泉郷、お待ちしております。今ロックではビジネスソフトスーツにぴったりのこの冬人気のコートが勢ぞろい。コートフェア開催中。紳士服なら北の昆布のうまみとコクが新しい我が家の味になりました。島屋昆布だしの素。今日は早いかな、遅いかな、早いかな。ただいま。おかえりなさい。風味豊かに嬉しいごちそう、島屋昆布だしの素。チャンスをつかむ転職情報誌ビーム。
今週は建築、土木、不動産業界を特集。本日発売。大きな時間と付き合いたいねと脚本家倉本聡、大きな心と付き合いたいねと作家 C.W. ニコル。生き方にこだわる、楽しみ方にこだわる、こだわれば本格派。贈り物は日本ハム。抽選でトヨタカップ入場券などが当たっちゃう。この土日はご家族揃って東京トヨタへ。トンテキの上のタイマル、タイマルのトンテキはスタミナの王様。しゃぶしゃぶ、すき焼きも美味しい。上の中通り、皆様のタイマル、宴会にもどうぞ。オレンジ色の憎いやつ、車が当たるスーパークイズ、夕刊フジの土曜版が評判です。オーラン、あなたの暮らし、あなたの事業をバックアップ。日動火災です。ねえ、今ミスボーリングレディを募集してるの知ってる？ああ、今の惜しかったな。ミスボーリングレディ90に選ばれたら賞金100万円とグアム旅行をプレゼントされるんだって。どうしよう。ペア取ったぞ。応募の締め切りは12月10日。やった、ストライク。よし、応募しよう。詳しくはお近くのボーリング場へ。はじめや新店舗オープン情報。松戸市川柏地区のお菓子屋さん、お酒屋さん、スーパー、コンビニエンスさん、あの田島屋松戸店が11月24日松戸市緑台長崎屋ホームセンター前にせっかくオープン。菓子、食品、日用品のことなら田島屋、南部市場の近くですよ。ねえねえ、聞いて聞いて。車高く売るならソアラがドーンとある鹿野自動車がいいわよ。878-1717、878-EE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 
中。テレビ、ビデオ、暖房機などがさらに安い。JOLF ラジオはダイヤル1242日本放送です。日本放送交通情報です。九段センターの吉澤さん、お願いします。はい、高速道路は関越自動車道上り線練馬インターの出口で4キロ混んでいます。千葉県の京葉道路は下り線の武石インター付近、故障車が止まっていまして8キロの渋滞です。神奈川県内湘南方面の国道134号線は平塚の花水川橋で大磯方面への下り線が10キロ、反対に上り線は鎌倉市の滑川で8キロ、国道1号線の下りは平塚の馬乳橋で6キロ渋滞しています。首都高速道路中央環状線外回り平井付近、作業が行われていまして、外回りは大宮大橋まで、内回りも影響で笠井インターまでの渋滞です。クランセンターでした。ありがとうございました。ではここで試写会ご招待のお知らせです。スティーブン・スピルバーグ制作、そしてマイケル・ジェイ・フォックス主演のこの冬最大の話題作、バック・トゥ・ザ・フューチャーパート2の特別試写会が行われます。日時は11月27日月曜日夕方6時から、場所はエムズ有明です。公開が待ちきれないという人にとっては絶対見逃せないチャンス。このバック・トゥ・ザ・フューチャーパート2の試写会に日本放送お聞きの50人の皆さんをご招待いたします。ご覧になりたい方はハガキに住所、氏名、年齢、職業を書いてこちらまで申し込んでください。宛先は郵便番号 100-87 日本放送バックトゥザフューチャーパート2社会の係までです。締め切りは来週の月曜日11月20日消印のものまで有効です。続いては TM ネットワーク小室哲也ソロコンサートのお知らせです。
日時は12月24日日曜日、25日月曜日が横浜アリーナ、27日水曜日、28日木曜日が東京ベイ NK ホール、いずれも夕方6時半スタートです。料金は消費税込み4635円。チケットは明日11月19日日曜日朝10時よりチケットピア特設電話、電話番号は東京03-5237-9911、東京03-5237-9911ほか各プレイガイドにて一斉発売されます。はい、というわけでこれはもう5時近くになるとね、だん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 暗くなってくるという感じで、ね、お天気悪くなってきたと。いや、とんでもないです、はい、しばらくはこのいいお天気が続きまして、まず雨の心配はないそうなんですけれども、あの気温の変化が激しいんですって。ですから明日はもう木枯らしがまた吹き荒れるという感じで、また吹いて木枯らし第2号がブルブルブルっていう感じでしょう ね、 ね、天気はいいけども、こう気温のなんか変化があるから風に気をつけなさい、そういうことですね。そういう感じですね。で、年内いっぱいは、まあ、冬型が長続きしないためか、気温も平年並みと、今日みたいにこう暖かい日が続くようなんですよね、年内いっぱいは。本当だなと言ってましたが、気象協会の方は年内いっぱいだな。本当だ。でそこまでこだわれちゃうと、ちょっと困っちゃうんですけどね。なかなかね、ウェザーリポートが最近できませんからね、そうなの。一言言ってみたんじゃ、ミオのウェザーリポート、まあ、できる日を楽しみにしよう。中古車の日英が車をじゃんじゃん売ります、買います。16号柏店、水戸街道松戸取り出店、3つの日英が柏で売って松取りで。中島みゆきニューアルバム怪奇熱、かかると治りません、怪奇熱発売中。今ロックではビジネスソフトスーツにぴったりのこの冬人気のコートが勢ぞろい、コートフェア開催中。紳士服ならコックメイト、はっはっ。 CM エッサンアゲオ店でドッグメイトファンがどんどん増えています。アゲオの鈴木です。うちのホクもドッグメイトが大好きですね。3つの味、飛びつく美味しさ、ドッグメイト。ライオンから新日本語文法、ザビエル君の教え。小山遊園地大菊人形、今春日の壺で開催中。幹事君、今年の忘年会は決まったかね。はい、伊豆長岡温泉がベストかと。ほほ、どういう根拠かね。若い芸者さんやコンパニオンが多数揃っておりまして、サービスはお色気満点。その上、東京からたったの2時間、会社が引けてからでも直行できます。よろしい、伊豆長岡温泉へすぐ電話しなさい。いかがでしたか。以上がタンバリン演奏によるあの強い就職活動の見方の紹介でした。少しは分かっていただけましたか。言葉で説明できないのが残念でなりません。送ってこない、買わねばならない。来年の就職シーンがこの一冊から変わる。新卒者のバイブル、就職解体新書、来年1月発行。学生援護会から。学生援護会が9時をお知らせします。美研は料理サンプルの元祖です。溶けないビニールサンプルは安さを目指す東京美研、 842-5551 へ。家具の神奈川名物バンバンバーゲン、24日から開催。京葉道路花輪インター角、家具の神奈川。卵に黄身が2個入ってた。で、猫が家出した。で、いつも美味しい、ずっと美味しい。ニュースピリッツサントリーカスタム新発売、消費税込み価格で900円。今年も悩めるお歳暮の季節か。心配ご無用、送って安心、もらって美味しい。ニュークイックのお肉で決まり。例えば直線松坂牛
詰め合わせと鎌倉ハム詰め合わせ、よし、そうと決まれば、あとはあなたお願いね。真心こもったお歳暮ギフトも、ミートセンターニュークリック、ドッグメーター、カッカッ CM。 アイワールド相模原店でドッグミートファンがどんどん増えています。フッサの山下です。うちのリッチもドッグメイトが大好きですね。3つの味、飛びつく美味しさ、ドッグメイト。ライオンから。小林さんと特製デメ表考案、フワマンサクさんの井戸端競馬。分かりやすくするために、はい、そうしてるだけだよ、はい、ほとんどバカにしてない。いやいや、そんなことないですよ、本当に。いや、僕はよく2年半もこういうことよく考えたなと感心します。見るたび新しい競馬です。11月26日は東京競馬場のジャパンカップ JRA。 コロナエアクリーンファンヒーターの空気清浄機能についてわかるもの。はいはい、俺が先だよ。私が先よ。俺だよ。待たて、コロナの方が先だ。先駆けて3年、空気清浄機能はコロナ。タバコの煙まで取ってしまうコロナエアクリーンファンヒーター。コロナ、うまい酒酒王潜伏。潜伏いっぱいいかがです。 JOLF ラジオはダイヤル1242日本放送です。鶴光の噂のゴールデンアワー。カボチャ蹴り鉄、カボチャ、カボチャ蹴り鉄、カボチャ、カボチャ蹴り鉄、カボチャ蹴り鉄、日本放送。健康と美味しさどちらも欲しい欲張りな皆様、地踊りはいかがでしょうか。癖がないのでどんな料理も思いのまま。目印はこれ、食べて安全、地踊り。健康と美味しさどちらも欲しい欲張りな皆様、地踊りはいかがでしょうか。癖がないのでどんな料理も思いのまま。目印はこれ、食べて安全、地踊り。電気の救急隊テプコホームエンジニアです。電気のことでお困りの時は東京電力へお電話ください。私どもが即駆けつけます。早さが光る東京電力、ピカー。東京電力。号沿線下越交差点そばに神奈川三菱自動車厚木営業所が12月2日オープン。オープン記念として今度の土日はオープニングフェスティバルを開催。記念品やお買い得車を用意して皆様のお越しをお待ちしております。藤田智子です。ブルゾンなど楽しいプレゼントがいっぱい。日立ふれあい感謝デー12月8、9、10日立のお店に早くっと聞いてみ、シリオスで。ドンストって言ってんだろ。全員曲ライブだ。終点を and ライブブリ。リクタ CD ライブ。シリオス新発売。リクタ JBC。鏡の裏より重量もの小判。ああ、
ちよかたじけなし、いざいざ名馬に乗って信長様に、山内和豊掛川城出世物語の一席。真心込めたお茶どころ掛川、お歳暮にも掛川茶、お求めはお近くのお茶屋さんでね。お嫁さん、藤田智子です。ブルゾンだと楽しいプレゼントがいっぱい、日立フレア感謝デー12月8、9、10日立のお店に早くっと。ユーもお相手、僕のキャンペーン。ブルゾンだと楽しいプレゼントがいっぱい、日立ふれあい感謝デー12月8、9、10日立のお店に早くっと。日本放送主催第28回ハッピーバーゲン、京王線稲毛海岸駅前大宮ジャスコマリンピアで12月4日まで開催中。一流メーカーの冬物衣料をはじめ電気製品など、冬のシーズンに先駆けて大幅割引のこのチャンス、ハッピーバーゲンは12月4日までマリンピアで開催中。東芝のヘッドホンステレオウォーキーは新感覚のレザータッチデザイン、肌に組み込む充電音、ヘッドホンもエルゴノミクスデザインよ、そこそこよろしくウォーキー。レザービート東芝ニューウォーキー。お嫁さん、藤田智子です。ブルゾンだと楽しいプレゼントがいっぱい、日立ふれあい感謝デー12月8、9、10のお店に早くっと。高木義彦のサンデーです。スカバラライス、高木義彦のサンデーヒッパラダイス。世界最大の不動産ネットワーク、ゴールデンジャケットのスタッフがあなたの住まい探しをお手伝いします。住まいとの出会いはいつもセンチュリー21。今日は ピラミッドもポール・ボキューズもパリの市内ではありません。三つ星の味は近頃都市から離れつつあるようです。味の快楽、ステーキハウス、早期園、大山のふもとです。